この度ミステリーズ新人賞を受賞させていただきました桜田智也です。昔から短編のミステリーが好きで、書くならば短編ミステリーというふうにも思っていましたので、今回このように東京創原社が主催する短編の新人賞をいただけたことをとても嬉しく思っています。敬愛するある先生の作風に及ばないにしろ似ているというような評価をいただけたことも嬉しく思っていますし、こういう作品をで、初めて発表するのは、こういう作品でなくてはいけなかったかなというような思いもあります。この度は本当にありがとうございました。